ほらほら、見て見て見て、麺もっちもち、持田香織です。もっちもちなの、持田香織。どうも、偽もこみちです。ということですね、今回はですね、最近暑いじゃないですか。外が暑いとどういうことになってくるかって言うと、部屋も暑いじゃないですか。そうなってくると台所で火使うと、そう、暑いじゃないですか。家事が大変なんじゃ。今日はね、火を使わないレシピ、レンジであればね、全く台所は少ないから、そう、お助けレシピでございます。私は今回作りますのは、レンジを作る焼きそば。焼きそばしか作れない。火使え、火使ったらもう、やけどしてしまいます。レンジチンジャオ焼きそば、かなりよっさらでもできる賢治のレシピをやっていきます。リュウジのバズレシピ。じゃ、まずピーマンが2つです。これが、ニンニクです。そしてこれが豚です。豚のコマ肉ね、コマ肉でいいです。あとこの、まるちゃんの、焼きそば、まるちゃんじゃなくてもいいんですけどね。あと材料はね、調味料、調味料ね、概要欄に書いてます。そうです、チェックします。レンジでやれる焼きそばなんですけども、簡単なんでね、どれだけ簡単かっていうのをね、簡単かって分からせたいんで、メンティー状態です。ちょっと好きなんですか。大丈夫です。ほら、計量カップだとさ、こぼれねえのよ、口が広いから。どっちがいい、ハイボールと。どっちで。焼酎で。これぐらいでいい。ちょっともうちょっといる。終わったらこそあるな。俺この状態でスマブラって負ける気がするわ。最近スタッフとね、この撮影終わったらね、みんなスマブラしてて、ビリの人がちょっとお気持ち飲むみたいなね、やってるんで、皆さん真似しないでください。はい、じゃあ今日5本目。はい、俺の酔いが回ってくるうちも、だんだんホームビデオみたいになってくる。スマブラ配信しようよ、俺らで。大乱闘しましょう、本当に。とりあえずスマブラをやることに決定しましたんでね。割と大乱闘だとみんな互角です。はい、じゃあやっていきましょう。ニンニク、あのね、これね、チンジャオロースなんで、あのニンニクのね、この香りは入れた方がいいですよ。これも僕結構酔ってますけども、酔ってる時は、あれですよ、皆さん、包丁をね、使っちゃいけないんですからね。包丁使うとね、手切っちゃいますからね。僕ね、なぜかね、酔ってる方切らないんですよ。わかんないんですよ、それ。今度、ピーマンです。ピーマンはね、種ね、あると思うんですけど、これはね、すごく簡素な作り方をするんで、こんなね、縦切り、ピーマン。ピーマン、縦切りだとピーマン食感残るんで。で、種まで切っちゃっていい。はい。あと、何？ヘタも切っちゃっていい。レンジでね、蒸していくんですけど、全然切れないので、全部ね、やっちゃっていいっす。これは今までね、4本取りだったら、最近5本取りね、いけるかなと思ってね、全然いけちゃうんですね。つまみが美味しいと飲んじゃうんだね。だから僕が酔っ払ってる時は、その前の動画撮るだけが良かったっていうことをね、覚えておいてくれればいいですね。これでピーマン2つ切りました。種ごとヘタごと切ってます。で、豚こまなんだけど、こうやってもう連なってるじゃないですか。で、これ、ね、細切りにしていく。チンジャオロース風なんでね、お肉はね、細切りにした方がいい。だから麺と絡みやすいように細切りにしていく。こうやって重ねてね、細切りにしていくとね、それは細切りになるんでね。焼きそば麺入れるじゃないですか。で、こま肉、あんまドーンと入れるじゃないですか。ちょっと広げた方がいい、火の通りがいいんです。ピーマン、あ、ピーマンたっぷり入りますね、これね、美味しそうですね。ニンニクね、ニンニク入れるとね、ニンニクの匂いが気になるっていう方いますけども、ニンニクってもう香水ですから。そしたら、ここに調味料入れていきます。油小さじ1杯、これぐらい、まあちょっとコクもつきますし。これさ、小さじ4ということは、大さじ1と小さじ1ってことですから、大さじ1杯ね、入れますね。あと小さじ1杯、はい、このオイスターっつうのはね、もうね、これだけでね、かなり味が決まっちゃうっていうもんなんでね。これでちょっとお醤油のこのしょっぱみというか、あれみがね、あれです、あれみ沢です。で、これなんでね、こんなにね、調味料ね、水分とか入れてるかっていうとね、焼きそばっつうのはね、もともと水分をね、加えてやるもんですから、レンジでね、水分を、この調味料の水分で麺を蒸すんですね。これ焼かないんだけど、もっちり、ほぼ餅田香織です。
はい、じゃあこれ味の素2袋で、これで旨味醤つけて。4分半、もうこれで4分半でいいですから、もう酔っ払いでも安心ね。完全に OK です。お子様とかもいいと思いますよ。もう僕お子様ですから、ほぼ5杯以上飲むともうほぼお子さん。よろしくお願いします。面倒お願いします、パパー。ということで、完成しました。じゃあ行きたいと思います。スタート。はい、皆さん暑いの気をつけましょう。よっしゃ、あれすげえいい匂いする、すっげえいい匂いする。これをね、全部ね混ぜ込むんですよ。ピーマンたっぷりぷり、そしてこの豚こまもちょっと連結してるんでほぐすんですよね、うん、連結部をほぐします。ほらほら見て見て見て、麺もちもちもちで香りです。全部ね混ぜてください。麺にね、麺には、ね、調味料の味を引き当たってると思うんですけど、全部混ぜて、これ焼きそば麺っていうのはね、焼いてもうまいんですけど、レンジで蒸してもものすごい力発揮するんですよね。もちもちなの、もちだ香り、もちもちのもちだ香り。ここが1個です。俺アーティストさん大好きで、アーティストさんとコラボしてないこれこそパラパラっとね、ちょっとパラパラっとかけます。かっこつけたいので。ほらなんか、ほら中華さんみたいでしょ。チンジャオロース、ありがとうございます。じゃあそういうことで、いただいていきたいと思います。いただきマンモス。ああ、絶対つまみだろこれ。いただきます。うまこれ。これシラフの俺天才じゃねこれ。酔っ払ってると信用できないって言ってますけど、皆さん俺ね、このレシピシラフの時考えるから、シラフの俺は信用していいと思う。麺にめっちゃ美味しさの味しみてて、めちゃめちゃうまい。うんうん、ピーマンも甘みが出てて、てか麺うまっ。もちもちのもちで香りです。大体最近何でもラー油かけとけばうまいと思ってるんだ。大体ね、ラー油かけたらうまいです。うん、うますぎる。レンジでやったぞ、うまい。焼くよりレンジのうまいんじゃないか、言ってくる、うまい。達也、助けてー。ルース。うん。いただきます。うま。レンジで焼きそばってクオリティ高いよな。高すぎる。手抜きっぽくないでしょ、全然、ね、全く言わなきゃわかんない。うん、間違いないでしょ、うん、栄養バランスもね、お肉もピーマンも入ってるけど、バッチリっすよ。達也でもできる。できますね。やってるらしいね、なんかね。結構やってますね。結構やってるらしい、はい、バズレシピはみんなの味方です。じゃあスマブラやりますかね。スマブラやろもう5本目でもう収録終わりだから、スマブラやって誰が最強か決める、はい、スマブラやってくる俺ちょっと俺誰だっけ最強、ガノンか。俺ガノン使い。達也をバンジョとかね。バンジョとかやらしいよね。いやいやいや。ということでちょっとケチャップつけてくるんで、今日は終わりです。これ焼かないんだけどもっちり、うん、ほぼもちだ香りです。ねえ見てこのキャラ。あ、ちょっと炎上しそうだからやめよう。ちょっと似てたでしょ。ちょっと似てたでしょ。そうなんですよね。もちもちなの。もちだ香り。絶対使おう。もちもちのもちゃが僕は1個です。野生の草食動物を昔のネタすぎてちょっと分かんないと思う。一人 ELT、うん、歌番世代だから歌番世代だからもう1個大好き。コラボしちゃうもんな、ね。